電力を大量に確保した前回、まさか囚人であることが判明した。懲役で惑星送りされたんかな？たとえ囚人であったとしても、この惑星には私一人。つまり、この惑星で私は、王であり、皇帝であり、王なのだ。そうやな、王様やな。裸の。それでは始めていこう。うわ、いつの間にか居住地が増えとる。ふっふっふ。たくさんの居住地を作り、それを広げることで、私の生存権を広げた。じっとりゲームではないんですけどね。現在の緑地化はこのようになっている。なるほど、わからん。前回は酸素をたくさん作ったけれど、より加速度的に酸素の量を増やしていこう。やけど、もっと素材を集めない。なんだあれは。金色。どうやら中身は素晴らしいものがたくさん入ってるみたい。おお、見たことないのがたくさんや。でも、今回の遠征でたくさんのアイテムをゲットできた。これで一気にテラフォーミングが進むことだろう。まずは酸素作り機の上位マシンやな。探索の間にも酸素はとてもとても作られていて、いつの間にか二つ上のマシンが作れるようになっていた。気になるな。そうだね、良さそうなマシンだよね。いや、そっちではない。今使ってる酸素作り機は 0.15 で、このマシンだと13にもなるから、上位になるだけでとんでもない数値を叩き出す。ああ、もう数値の話とか全然入ってこん。つまり、たくさん作った彼らはもうお払い箱ということだ。 iPhone より世代交代早くない？というわけで、酸素作り機の3世代上が完成。またたくさん作って。さすがに上位のものだから、かなりの電力を必要とするけれど、あの風力発電機のおかげで支えられている。ちょっと確認してみるか。今は消費が260で、生産は1300。すごいな、風力発電機。まだまだ全然余裕やわ。さすが上位のマシン。まだ言う？まだ上位機械にしていない時は毎秒 5.78PPQ。上位のものに全部移すと、一気に800近くまで数値が増えた。一気に PPQ は150倍にも爆増したのだ。PPQ ってなんか頭良さそうやな。PPQ って爆拓クイズの略かな。そんなことなかった。これで彼らがいれば、いずれこの惑星は酸素で満たされることだろう。キーの遠くなるような年月がかかりそうやけどな。酸素も増えたから、いろいろとアンロックされた。ほほ、ヒーターにグラススプレッダー？グラススプレッダーってのが、よくわからんな。そんな時は作るに限る。スプリンクラー？どうやらエネルギーを使って、周辺に植物を植えるものみたいだね。はい、ほんまや、成長とかあるわ。見た目的にわちゃわちゃしてて好きだから、たくさん植えとこう。風力発電の時から思ってたけど、機械を植物とかと思ってません？でも見て、早速草が生えた。うわ、早すぎるやろ。これでこの大地は、酸素と緑に満たされるだろう。やけど忘れとったけど、温度も高くせなあかんのやったな。現状は220まであるから、今度はこの温度を高めていこう。うわ、ボスちゃん、雨が降り出したで。おお、気候の変化が始まった。そうめんみたいな雨だけれど、おそらく酸素濃度が高まったことが要因だろう。こんな変わってくれるんなら、やりがいがあるな。温度もガンガン高めていかないとやな。とってもとっても残念だけど、ヒーターを作るために、肥やしとなっていたイリジウム。これをまとめて圧縮、イリジウムロッドとなった。このロッドで、3世代目のヒーターが完成。これでこの惑星は、十分に温められることだろう。雰囲気めちゃくちゃ暑そうで、溶けそうでもあるな。5倍にしたら、パンも1秒で焼けるかな。うわ、暑いのが嫌やわ。これでいい感じに温まってきた。そういえば温度で思い出したけれど、確かこっちに氷の塊があったはず。あったあった。まさかこれが溶けるんか？じーっと見ててもあんまわかんない。こんだけの塊やからな、かなりの時間がかかると思うで。よってお部屋から、その様子をウォッチングしよう。なんて暇人、逆立ちに並ぶ、暇な時にすること上位のやつや。おう、すべて溶けたね。意外と早かった。氷の溶けた場所には、オスミウムと硫黄が転がってた。はい、これで新しい素材が扱えるんか。だけんどもしばらく歩くと、再度氷の壁。こっちも温度で溶けるみたいやな。ならばこれもウォッチングするしかないね。もっと時間を有効活用しません？その使い方は、老後のそれやぞ。オッケー。また不思議な洞窟に探検だ。埋蔵金とかありそうだね。結局あったのは、オスミウムと硫黄。あとはまたしてもどでかい氷やな。むー。
さすがに水もなくなってきたから、今回はここで引き返そう。もっと準備してからの探検やな。久しぶりすぎる地上だ。湖ができてる。私の拠点が。なんとか水没は免れたみたいやな。危ないところだったぜ。やけど、低いところにあったアンテナに、コンテナは水没、コンテナはどうでもよかったわ。私の栄誉と名誉の結晶が。一番まずいのは風力発電で、全然稼働できてへん。1100機あったのに、200機しか動いてへんみたいやわ。せっかく頑張って植えたのに。植えたのに？まず電力問題を片付けるため、この場所に、ソーラーパネルを設置。また素材の無駄遣いを。だいたい100機植えたから、風力発電の時よりも生産量は上回ったね。風力発電の不甲斐なさよ。あれ、なんか風力発電の数減ってない？隕石にでも壊されたんじゃないでしょうか。そう思うかな？これで、酸素、温度、気圧は完璧。よって、最後のバイオマスに着手する。バイオマスってことは植物関係かな？2階部分に大きなドームと、ラボを建築。ここで植物の研究を行えるみたい。お、このパソコンからなんか開けるで。どうやら、温度とか気圧に変わる、新たな要素が出てきてしまったようだ。バイオマスに植物、昆虫に動物、なんや昆虫って、だいぶ嫌なんやけども。やはり、緑にするだけでなく、生き物をあぐれさせることも、神の使命ということか。この惑星にもおったんや、神を語る輩が。こっちのラボで色々と作れるみたいだから、ちょっとだけ触れてみよう。なんか理系チックな香りがして苦手やな。まず食べ物作り機を作って、ここにナスの種を投入。おお、あからさまに植えられとる。はみ出しとるけどええんかこれ。自己主張が激しいタイプのナスだね。おいそれ、ナスのようでナスではあらへんぞ。しばらく、のんびりまったりナスの成長を見守ろう。そう、神が人間を見守るかのように。おごっとるな、おごり散らかしとるな。あれ？水没しとるやないか。まさかここまで水が来るとは。ここまで放ってたのもあれやけど、この拠点の気密性がバガダやん。よく呼吸できてたわ、ここ。でもナスはちゃんと実ったみたい。やっぱナスやないんやってそれ、おかしいもん。まずい、水没してしまったから、ほぼすべてのマシンの稼働が止まってしまった。なんでここまで災難を集められるんや。そのため、新たな拠点を作ろう。うわ、なんかあるんですけど。この階段は、栄光と帰還の階段。栄光の階段？東京タワーしかり、大阪城しかり、この惑星におけるランドマーク、つまり人類の技術の象徴。階段ですやん。これを登り、人類は人という種族の尊厳を思い出す。そしてさらに上空。人類は、地面という概念から解き放たれ、新たに空という新天地へと至る。まさに栄光への階段。いや、勝利の歩みだ。階段ですやん。さようなら地面。もう二度と緑化なんてするもんか。私は空で暮らす。ここに、大規模かつ一切働かなくていい。新たなユートピアを築き上げる。あれ、あの星とここの星、合体してね。どうやら、この世界の深淵に触れてしまったようだ。ここはおとなしく、新たなところに引っ越そう。ただ酸素がなかっただけですけど。完成。うわ、まさかのまともな拠点や。この拠点は、以前の細長拠点の先に作られており、きっと浸水の心配がない。あの拠点はもうダメやな。ある程度引っ越しも完了したから、ここから、ようやく真面目にテラフォーミングできるね。なぜ最初からやらないんや。今後は、まだ扱っていない、バイオマスを進めていきたいけれど、さすがに一機しか稼働してないドリル君では、気圧が全然上がらないだろう。確か初期ドリル一機で、この数値やったな。というわけで、4世代目のドリル君を、合わせて2機設置。素晴らしい造形美だ。おいなんか気持ち悪さしか、この画面から伝わらんのやけど。でも4世代目だから性能はすごい。一気にさっきの300倍となった。違うんですよ。姿形の話をしてるんですよ。まだまだ緑化は加速していく。苔製造機を作って、苔の広がりをぼーっと眺めたり、水集め機を作って、水分不足で倒れたり、新たなバイオドームを作って、木の成長の足がかりを作ったりした。3分の2おかしなことしてません？最後に集大成として、これを作成。お、なんやろこれは。これはロケット発射台。どうやら貴重なアイテムの隕石を降らせたり、テラフォーミングが進みやすくなるロケットを発射できたりするみたい。ほほ、ほんまや、3つのロケットが作れるみたいや。今回はその中でも、マップを見れるようにする、この GPS 衛星を打ち上げる。
あ、そういえば今までマップ解かなかったな。それではエデよロケットよ。ランクの魔人。おう、ものすごくロケットだ。ものすごくロケットや。ふと思ったんだけど。あれ、何しとるん？このロケットに乗ったら、この惑星から脱せるんじゃないかなって。やめろやめろ。オッケー、ボタンを押して乗る。ボタンを押したらすぐさま乗る。過去最高に無駄なシミュレーション。さようなら不毛の大地。私は、すでに完成された惑星の王となる。それでは、発射と同時にすぐさま乗車。うわ、乗れとる。あれ、でもまずい。ロケットの角度がおかしい。落ちとる落ちとる。あーあーあああ、もうロケットがロケットらしからぬ動きしてもうとるやん。ぶつかっとるし。あ、目の前が真っ暗に。どうやらあの後、ロケットは衛星を打ち上げられて、マップは見れるようになったみたい。ちょっと見にくいけど嬉しい進歩やな。だからもっかい打ち上げよう。なんで？今回はそもそもこのロケットが、ちゃんと飛べるのか確認せねばなるまい。なぜ最初にやらないんや。ゴーゴー。うわ、もうあからさまにおかしな挙動しとるんやけど。ロケットは若干斜めに飛ぶらしいから、だいたい合ってる。だいたい合ってる？いや、そのだいたいって、1割とか2割とかの話やないんですか？あ、ぶつかった。なるほど。やっぱロケットは無人飛行に限るな。でもこれで、この星をまた脱出できないってことやけどな。なんたることだ。